ずっとじっとしていた東アジアの国が、そろそろ目覚めよう、普通か、とすると、韓国がこれを不満に思って、ほとんど毎日のように断末魔のあがき。メディア、政治家、学者などが前面に出て、奇妙な論理と奇弁、天動説、私がすればロマンス、あなたがすれば不倫式、などを総動員して、この国を中傷して明け暮れる状況。与野党の政党は、この国に向かって、北朝鮮式非難コメントを量産。各種団体は攻撃的なデモ。国会は様々な、糾弾決議案。役職の上下、老若男女、国民のほとんどが洗脳されて、北韓よりもこの国からの侵略の方が切迫したものとみなして、強い憎悪心を露骨化。韓国の海外トピックスが、地球村での移植地帯となる。米国がこの国との同盟を格上げすると、すぐにこれをまた不満に感じて、今度は米国を最初から排斥、反米、しようとする一部の動きまで。早くから中国に向かってはっきりと接近して、韓米美協調に亀裂までもたらしておいて、過去の問題などとんでもない言い訳を持ってきて、その責任、亀裂、をこの国に被せる傾向まで。この国の普通化について、世界のほとんどの国が認めているのに、UFO 陣営でほぼ唯一、認定できない、として、まだ前の方法で、見くびって、この国に対して、不必要な摩擦が発生。これに対し、この国はできる限り韓国を無視するという手順に。この国の普通化により、普通化する前はこの国から享受していたあらゆる情報と配慮の利益がさらに期待しにくくなると、より神経質に反応する傾向。これらの反応は、歴史の車輪、国際情勢の流れ、を防ごうとする無謀な、後進的な、行動に過ぎない。旧韓末の姿と似ている。歴史を忘れた民族に未来はない、という言葉は韓国に当てはまる。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。